はいどうも藤本動画藤本です、今日はね、一ノ瀬くんと一緒にいろいろ写真を撮りに行ってきまして、先ほどね調布飛行場の方でね軽く写真を撮ったんですけども、ちょっと場所変えまして、ここなんだっけ、神代公園って書いてあったっけ、そうだね、ハスの花かなんかがまあ今あのシーズンで咲いてるらしいんですけども、ちょっともう夕暮れでね撮れるかどうかわかんないんですけども、撮りにやってきました。で一応ねまたいつも紹介してるこのビーグルファンさんの方でね売ってるアーバニスト600ね、ニューアーバニスト600をこの一ノ瀬くんがねちょっと乗ってみたいということなので、ちょっとね乗ってみようかと。はい、ね、でここね一応駐車場、だだっ広い駐車場なので、まあいつものようにねナンバー付きのあのシートは外してて、あの立ち乗り状態でねちょっとの乗っていこうかなっていう感じでやっていこうかと思います。じゃあこれボックス、はい、はい、じゃあね、乗り方としては、まあ、はい、これね、エントリーキーがつってやると、すごい、はい、で、これは別に持ってなくても多分走れると思うんだけど、はい、一応ここに引っ掛けておこう。わかりました。はい、で、まず乗るときに、はい、あ、今、ライトついた。あ、ライトつけとこうね、もうね。ここ、はい、ここね。お、はい、ここね、光ってる。ここの、はい、赤いオレンジをこっちを押すとこれ光るんだけど、あとここのイルミネーションがね、あ、かわいい。テールランプとかもねちゃんとついてる感じなんだけどね、はい、立ち乗りだったら少しこれ上げとこうかね。 ありがとうございます。はい、はい、でサイドスタンドをこう自転車と同じでサイドスタンドをこう自動で上がるわけじゃないから、ちゃんと上げとかないと、ね、引っかかって転びそうになるから。はい、はい、で自転車と同じで前輪ブレーキ後輪ブレーキ、ね、はい、前輪ここを握ると前輪、おお、そうそう、これ間違ってね今みたいに危ないんです。ここがブレーキなんだけどこれがレバーだから、え、それがアクセルってこと、アクセル、はい、で今はにブレーキ握ろうと思って間違ってこうクッと握っちゃったから動いた。これね気をつけなきゃいけない、持ち主は俺でも間違えるから本当に気をつけなくちゃいけない、はいはい、で、まあ前輪ブレーキ後輪ブレーキアクセル、うん、ただそれだけ。あとはちょっとハンドルの切れ方がすごいタイトだから、はい、こんぐらいまで曲がっちゃうから、お、多分つんのめるとこのままバンってこけるんです。だからあんまり曲げすぎないように、はい、せいぜい曲げてもこんなもん、はい、それか、まあ、もうここまで曲がるんだったらもうちゃんと降りて、まあ、これでもねやりづらいです、ね、よっぽど狭い時とかはこういいんだけど、はい、まあ、基本的にハンドルはあんまり切らないように気をつけないと。わかりました。ちょっと練習がいる感じなんですか。そうね、まず、はい、まあ、ちょっと雰囲気だけさっき一回見てるからね、はい、大丈夫だと思う。あとあ、ごめん、ちょっと今ねこうあのモード3って言って一番あのハイパワーのモードにしてるんだけど、はい、一旦危ないんでモードをちょっと下げます。1ね、これ一番、はい、あの簡易的な、ここでちょっとこう映して、映ってる、ピンときてる、はい、1,2,3 だよね。でこの1が一番、弱いモード、はい、で2、3で強くなっていくんだけど、とりあえず初っ端の1でね走ってもらおうかな。これが一番、うん、じゃあ大丈夫、うん、大丈夫っぽいですだよね、はい、これね、これね、アクセルでブレーキ、ブレーキ、ここだけ気をつければあとは大丈夫ですか。はい、うん、じゃあ行ってきます。いらっしゃー。あとはスケボー感覚で、はい、うん、はい、おー、うん、はいはい、うん、ね、上手上手上手、はいはい、うん、もう結構スピード出ますね。出るでしょ。奥まで行ってみていいですか。うん、ちょっと待って、ね、今ちょっとレンズ、これワイコン外すからちょっと待って、ワイコン、うん、はい、はい、ね、じゃあまあとりあえず安全確認ね。まあここ公道じゃないからね、はい、大丈夫だと思うんだけど、ちょっと待ちゃない、うん、行った方がいいんですか。はい、じゃあね、はい、頑張、まあ安全に気をつけて、はい、うん、行ってらっしゃい。はい、行ってきます。PV 作れそう。
うまいね。めちゃくちゃ気持ちいいですね。うん、ね、はい、楽しいでしょ。しかも音がそう静か、全然しない、うん、はい、まあ、逆に音しないから、はい、あの歩行者とか車とか気づかれないから、はい、そこは気をつけなきゃいけないね。はいはいはい、はい、うん、ありがとうございます、うん、もう 2,3 周してきていいよ。ちょっと今動画撮ってるから。ああ、そうなんですか、うん、あ、じゃあモード変えてみていいですか。あ、モード変える、うん、じゃあ次モード2にして、はい、ちょっと怖いですが、モード2ね、はい、はい、でモード2で1周したら次モード3で走ってみるか。ああ、いいですね、うん、はい、じゃあね、一応、はい、モード2ね、はい、はい、感想教えてね、モード2を。わかりました、はい。おお言ってるし。これ、うん、意外と、うん、ちょっとモードを上げると怖いかなと思ったんですけど、うん、こっちの方が走りやすかった。走りやすい、はい、OK、 じゃあ次モード3で一周してかな、はい、いいですか、押して、うん、ここですよね、確か、ね、はい、赤いボタン1回押して、1回押して、そうで、で3ね、でもう1回赤いボタン。あ、簡単ですね。そう、簡単簡単、うんうん、じゃあモード3いってらっしゃい。はい、ちょっと待ってください、最初緊張しますね、モード3です。じゃあそのままもう一周、もう一周行ってきな。いいんですか。うん、行ってらっしゃい。どう、モード3は。いいですね。うん、いいですね。あ、最高です。モード3だとね、だいぶパワーが上がるからね。あ、そうです。なんか僕、重たいんですかね。なんかあの、うん、3の方が、うんうん。はいはいはい。まあ、3の方がね、慣れてくると3の方が乗りやすいよ。やっぱりスムーズだからね。はいはいはい。はいはい、うん、初めの出だしだけこう、グッとこうね、あの、なんかパワーのかかりが急だから、そこだけ気をつければ、はい、走り始めちゃったら安定するでしょ。安定します、うん、はい、ありがとうございます、うん、楽しかったです。はい、はい、じゃあね、はい、あ、じゃあまたまた、どうも。